これはね、ジンベンさんのプレハブの南向きの割と乾きやすい、お庭に今年の8月の半ばぐらいから植えたジャーマンイリスですね。まあ、このような形でもうみんな芽が伸びて葉っぱが伸びてますね。これで本当にね、それぞれみんな違って、みんなこんな伸びてるのに、これだけはね、やっと今芽がこうやって伸び出してるね。こういうすごく奥手のものもあるんですよ。で、それ本当に不思議だと思うんですけどね。でこれは花菖蒲で、樽の穴が開いてないので、下に水が、雨が降るとこう溜まってるわけです、ほらね。まあ花菖蒲とジャーマンイリスを一緒に並べて植えるなんてことは聞いたことないんですけど、ただこうやって樽に入れれば可能なので。それからここに1種類ずつ全部違うの、大きな鉢に15鉢ぐらいかな、これ10元あるか12号鉢こう植えて、1本ずつ植えてます。みんなそれぞれが伸びてますけど、やっぱり中にはこうお芋が大きいのに真ん中が伸びなくて、横の伸びない分だけ子供が出てるのもあります。ほらこうやってね、こういうのもあります。やっぱりそれぞれだと思いますね、本当に。でこちらはトイから漏れ、屋根から漏れてくる水がここに落ちるので、ちょっと湿り度が高いので高台にしたんですけど、やっぱり腐って 1,2,3 箇所枯れちゃったんです。で処理して南部病をライターの火で炙って処理して、球根を3分の1残してここに植えました。でちゃんと今ここにね、芽が出てきてます。2つ芽が出始めてます。でこれは脇にあった芽をもう1回植えました。もう1回ね、脇にあった芽をもう1回植えてみました。ここは空いてます。でこちらは全部植木鉢に植えたんですけど、もう様々なんですけど、1つの鉢に4種類植えてるのもありますし、6種類植えてるのもあるし、1種類で3本植えてるのもあるし、これは1種類で3本植えてます。これも 1鉢で4種類植えてますね。こういう感じで、でね、こうやってこれ黒い品種ということでね、まあ、メルカリなんかで買うと品種名がわからないで、花の写真でみんな送って、これ黒い花ですとかって出品する人もいっぱいいるんで、これ名前わかんないね、黒いやつ、黒い色なんですけど、全然芽が出なかったんです。もう1ヶ月、2ヶ月ぐらい経ってますよね。死んでないんですけど、で見てください、これやっと芽が出てきてるんですよ。こういう奥手もあるんですよね。本当奥手がいます。それから、もう根っこを処理して半端になったこんな短いやつ、これ半端もんのね、3センチもないかな、カットしたやつ、それでも欲しかったら安く売ってくれますということでメルカリでね買ったの、ちゃんと芽が1個出てますよ。これは再来年咲くと思いますオレンジ色のブライジングオレンジっていうんですね。あと、まあ、写真とかカタログとか、皆さんメルカリとかでいろんな苗を売ってるんですけど、その苗のなんて品種の性格とか特徴っていうのが本当にわからないんですね。ただ花の写真だけ送って背丈はこのぐらいですっていうぐらいで、まあ、強いとか香りがいいとかっていう情報があるのもあるんですけど、実際育ててみないと全然わかんないんですね。ですからジンベエさん、いろんな種類を一回とにかく自分で育てて花を咲かせてみて、いろいろ試してみなきゃいけないなと思って、でそういう情報がないと、例えば皆さんこれお分けしたり、メルカリで多く増えたやつをねこう販売したりするんでも、情報がないで買っちゃうと後々すごい困ることも多いんですよね。もう増えすぎちゃうとか、強すぎちゃう、すごく弱い品種だとか、思ったより背が小さくてちょっと庭に植えようと思ったのに、あんまり似合わないなとかね、植木鉢でやろうと思ったら背が高すぎてどうしようもなかったとかね、まあいろいろあるんで、だからまあある程度のことは自分でね育てて、いろいろ体験しないと皆さんに説明できないかなっていうところもあって、さあ今回ジンベエさんにたくさんの種類をね、できる限り安いところで仕入れてこうやって植えてみましたけれども、来年がですからすごい楽しみですね。まあ来年咲くものもあるし、咲かないものももちろんあるんですけれどもね、こんな感じですね。で今日植えたのはクリーム黄色で、とっても香りがいいっていう品種で、お名前が品種名わかんないっていうね、人が、出品者の人から買ったんですけど、ね、4株植えました。北海道からはるばる来ました、ね、クリーム黄色で。
こんな感じで地面様今ね、あの来年のジャーマンアイリスのねため の, あのお育てをしておりますということです。ではまた皆様ごきげんよう。